C、毎日7月1日にテレビ朝日系列で放送された、激レアさんを連れてきた。にデヴィ夫人が出演し、インドネシアのスカルノ大統領との馴れ初めを紹介した。ば、ネガティブな過去を紹介していない、と視聴者から批判が相次いでいる。関連、デヴィ夫人、お前ら先に死ぬ、河北真由子と泥沼の舌戦ほか普段は午後11時、記事全文を読む。